え、あとなんか懐中電灯、懐中電灯あげようか。お、え、じゃあ俺が行くか、懐中電灯。お、いいっすね。オッケー、いつでもどうぞ。よし、行こう。まあね、頑張って、頑張ってくれ。え、なんか下何も見えないけど、これ、ね、めちゃくちゃ煙くない？煙、うん、ちょっとね。あ、なるほど。ちょっと今日はあの、霧の日なんで。え、そっち行っちゃうの？マジで見えねえな。あ、そうか、いいのか。エントランス。そうね、メインエントランス。ここ、あ、ここだ、ここだ。あ、こっちか。え、ライト持ってるの誰でしたっけ？俺だよ、俺。はいはい。俺だよ。ズームだよ。とりあえず、メインエントランスに着いた。見えた。よし、俺も。あ、多分メイン。なんか変な音。変な音。ね、何の音だろう。なんかするね。天気？天気か。とりあえず入りましょう。どうぞ。入ろう。入った。入った。どっち？うん、入って左。左。あ、なんかあった。二つ。え、もう上か。上なの？二つもう一つあるけど。あ、もう一つあ、ん？なんだこれ？どこ？あ、あったあったあった。ここか。うん。あ、取った。はいはい。あ、それ。この先とかなんかある。おお、びっくりした。うん、行かないとわかんない。暗いけど。行ってみる。はい。あ、まっすぐ。左当たり左。やばい。なんか変な音するよ。ヘイ、懐中電灯。で？左当たり左。左。十字路右。これ十字路？こっちか。うん、そう。なんかすっげえシャーシャー言ってんだけど。はい、そこでピン。あった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 。ビッグボールツーと。あ、本当だ。ビッグボールツー。当たり左。じゃあそのまま道なりにズムさん振り返ってそうそっち。で上上がって。あ、これ上なんだ。そこに2つ。2つ。あ、あるある。あったあったあった。下に。うん。あと、見えないから適当に進んで。オッケー。え、1個拾ったんだろう。1個これ拾ったよ。オッケー。こっち行く？こっち行こう。あ！あ？あー！え？麦さん落ちたよ。すまん。どこ行った？どこ？落ちた落ちた落ちた。どこに落ちたの？え、これ、あ、この落ちたのが、あ、落ちたのが、なるほどね、落ちてんね。これ、死んでる？多分死んでる。終わった。おー、なんか落ちたとこに反応あるなぁ。え？落ちたとこに反応がある、うん、あ、持ったまま死んだからじゃない？いや、そのそばに、もう一つ、三角形があったんですよね。あ、本当に？うん。まあいいや、ズームさん、ちょっと振り返って、はい、まっすぐ。日当たりを T 字路左。蓮魚さん部屋入って。ビッグボード。部屋入る。あれ、これビッグボードって。ロックです。あ、ロック。じゃあ先に進む、道先進んで、右側に扉。右側扉。これもなんかロックされてる。あ、ロック。ああ、中に2つあるな。戻りましょうか、じゃあ。やっぱロックピック持っといた方がいいのかね。ああ、そういうことか。必要かもしれない。あ、これは？どっちでもまっすぐでいいかな。ロック、あ、全部ロックされてるわ。あ、そう、そこ曲がってちょっとストップ。敵が近い。はい、真正面敵。ズムさん、ズムさん、しゃがんでしゃがんでしゃがんで。これどう、待ち伏せされてんね。あー、なるほど。行かない方がいいか。夕暮れの街角、待ち伏せじゃん。あの、つけっぱにするとバッテリーめっちゃ切れるんで。なるほどね。時々、そう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 。え、じゃあそこを進める。どこ、どっち。この十字路を敵がいない方向。あ、そっちじゃない方がいいかな。まっすぐか。そうそうね、そうね。で、あ、ここさっき来たとこだね。戻りますか。ああ、じゃあ戻った方がいいかもね。ちょうどさっき麦さんのいた場所にも行くから。なんか落ちてるって言ってたもんね。ね、じゃあ降りられるんですかね。いやー、どうなんだろう。でもアイテムの反応、あ、あれ、え、カジヤさん、あれ、あの両手のアイテム持ってた？いや、なかったよ。ああ、そう、うん、なんだ。とりあえずここの階段登りますか。そっち道あります？ないね。階段登りますか。階段登る？
どこ階段ある？あー、これ階段か。ほんほんほん、なるほどね。うん、それ。つむさん、しゃがんで移動しよう。しゃがんで移動する？怖がってね。しゃがんで移動した方が安全だよ。あ、でも鉄骨だ。そこ左扉でしょ。ある？うん。真っ暗。行き止まりだわ。行き止まり？行けない？行けない。行き止まり、ね。行き止まりか。失礼しました。じゃあ、ダメね。ダメ。ダメ、ね。今日俺今もうね、満タンだよ。私もあと一つ。戻るか。気がある。一回戻るか。戻ろ？戻るか。うん、戻りましょう。戻る方がいい。どうやって戻るの？多分ね、俺わかる。でしょ、多分。で、階段こっちか。こっちか。こっちや。こっちだ。ズムさんの後ろをついていく。あ、いいね、いいね。で、うん。こっちから行った方がいいだろうね。ほうほうほう。ほうほうほう。違うか。お。なんもないね。うん、なんもないね。ないね。ないね。え、本当にこっちだったっけ？あ、キーがあるよ。え？お、あ、本当だ。目の前。あ、キー反応ないんだ。あ、反応ないんだ、キーって。こっちには反応しませんね、キー。うん。この先行き止まりな気がするけど、どう？そう。行き止まり？うん。行き止まりだわ。あれ、俺、あれだわ。行き止まりだ。うん。あれ、こっちじゃなかったっけ？この音何？そう。水の音か、排水管の水か。怖いよ怖いよ怖いよ。あ、これ扉なんじゃない？そこ扉、エアロック？ I1？ あ、開いてる開いてる、うん、入れる。え、何？シャーって言ってる。あ、スチームじゃん。じゃあ大丈夫か。スチームサウナよ。あー、いいね。こっち？わからん。あれ、何をさっき切ろう。ちゃんと後ろついてる。そっちじゃないね。そっちじゃない。うん。逆？そっちかな。そこの十字路左。左。あ、ですね。で、出口だ。あ、ナイス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 。どうか。ああ、なんかあるな。いやー。よし、帰ろう帰ろう。まあまあ、もうボーナスタイムだからもう。あ、ちょっと待って。もう7時だぞ、やばい。やばいやばいやばい。残業しちゃった。また上に怒られるぜ。いや、もっと働けって怒られますよ、きっと。大丈夫だよ。俺がその分早退してるから。あ、そう。あ、そう。早退してるから。だから俺たち残業になったか。でも道わかんねえ。あれ、蓮魚さんどこ行った？え、もう船着いたよ。嘘。あ、その見てる方向をちょっと進んで。見てる方向。右手。もちろん。うん、そのままそのまま。オッケーオッケー。うん、あ、あった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 。うわーって誰か叫んだ。あー、いいね。よし、とりあえず。おい。あー、いいね。いや、いい仕事してきた。おい。おい。おい。やっぱ分かった。いや、もうマジなんだよ、こんな。いやー。怖いもん。いい仕事した。よし、出発だ。本当にいい仕事した。完璧じゃん。あー、もう133円。あとはこのバッテリーがいくらになるか。確かに。あ、でもまだあと1日あるね。あ、もうないか。え、もうない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 。そうね、次で。うん。カジ君には悪いけど。そうだね。まあまあまあ。遺体は。え、なんで落ちちゃったんですか？なんか足つぶらせてたよね。本当にその足元見えなかった。何も。おぉ。えっていう間にスーンって落ちていくのが見えた、自分が。そう。落ちるとこあった？あそこ。あったみたい。ね、目の前で落ちてた。あっと思った。あいやー、これ楽しみだね、これ監禁が。ね、楽しみ。なんかムカデのおっちゃん喜んじゃうぞ。ムカデのおっちゃん、ムカデなのかな、あれ。あれムカデじゃないのかな。え、タコだと思ってたけど違うのかな。うんうんうん。これは一旦落として、よし、監禁やってみます。あ、待って、鍵も落とした方がいいっすよね。誰もバッテリー持ちたがらない。なんか怖え。あ、もうインベントリー増えたから持てない。じゃあ俺バッテリー持つよ。おお、おい、着地。はーい。
うん、じゃあ私持っていこう。ね、あれ鍵は？鍵はだって使うから、うん、ああそういうこと。持ってかない方がいいか。うん、次で使えるでしょう。これ置いといたら残るのかな？残んじゃない？残るんじゃない？だって、うん、ショベルも置いてるし。手に持ってたらもう大丈夫でしょ。ああ手に持っとくか。うん。よいしょ。よっしゃ。大量じゃん。ちょっと待て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 、まだ置いてない置いてないまだ置いてない置いてない。大丈夫か近づいて。これやばいよ。来てるよ。よし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 。これとこれと、これと、はい。お、ナイス。あれもうみんな全部置いた？置いた置いた置いた。見ない？あ、来るぞ。あ、来た来た。ナイスセーフ。あー。うわ。さあ、いくら本社の…おお、いいねいいねいいね。やっぱバッテリーじゃないですか。バッテリーいくらだったんだ？見てなかった。今出てたけどな、わかんない。多分80円だよ。はいはい、いいんじゃんいいんじゃん。なんかリスト出てこなかったんですよ、さっき。あれ鍵なくない？あ、鍵手に持ったよ。手に持った、手に持った。オッケーオッケー。じゃあ、はい、もう安心です。もういいか、スタートシップ。はーい。おー、すごい儲けだ。ねえ、いいね。まだ勝つね。テレポート買えるのでは？いや、買えないね、多分。え？テレポーターね、確か700とかしたような気がする。あ、そんな高いんだ。なんかあったらすぐ帰ろうとする。あ、いや、テレポーター買えは375って書いてある。お、ナイス。え、ギリギリじゃないでも。あ、待って、残業代が。入ったよ。え？オーバータイムうんちゃかんちゃって書いてた。いや違う、これ多分新しいノルマじゃない？あ、なるほどね。238円だ、次は。まあまあ。238円か。今持ってるのってプロフラッシュライトでしたっけ？え？ただのフラッシュライトでしたっけ？黄色、黄色です。黄色ってどっちなんだろう？わかんない。わかんないね。え、でも簡単じゃないよ。安い方のライトを買ったんだったら。トグルライト。一回さ、一回置いて価値見られましたっけ？見れない。あ、見られないか。これどっちだろう。ドロッププロ。まあ、いいか。もう一つぐらい買った。プロフラッシュ。あ、プロフラッシュだ。あ、プロでした。オッケーオッケー。じゃあいっか。あ、ユーズキー。ん？やっぱこれ。使いますね、このキー。ユーズキーってコマンドがある。あ、いいね。買う？テレポーター買う？うん、買う。あ、いやダメだ、多分即答。多分ダメだ。テレポーター使うときって、あの、誰をテレポートさせるかって入力しなきゃいけないんですよ。ああ、なるほど。あ、じゃあダメか。みんな豆腐だから無理だわ。無理だね。なるほどね、分かった、了解。じゃあ、じゃあどうする？一旦お手洗いってくるわ。オッケー。はい、いたさー。なるほどね。ロックピッカー買っとくか。そうですね、鍵も今1個しかないから。うんうんうん。さっきみたいに3年ちゃん鍵付きドアとかあるかもしれん。じゃあこれ買って、もう一つぐらい、じゃあライト買って、プロ買って、あと何がいる？そろそろ、はい、ゲーム内ボイスチャットを使いませんか？お、マジっすか？一応でも、いや、そうじゃん。いや、ほら、一応3人でこう固まって行動してるから、まあいけるんじゃないかなと思うし。あれでもトランシーバーがないと、ね、そう、なんでトランシーバーちょっと、あ、なるほど、買ってみようかなって。ウォーキー、あのさ、制服にさ、タグがついてるんだけどさ、みんなパートタイマーって書いてある。え、そうなの？俺たちパートタイマーだったんだ。待って、パートタイマーなんてか、どこに書いてんの？俺、左胸元を見てほしい、よく。左胸元？あ、ほんとだ、パートタイマーって書いてある。俺たちパートタイマーだわ。まあ正社員でないことは分かっていたけど。そうか。でもなんか違うよ、麦さんだけ違う。
インテリインテリンってなってる。え、何？どういうこと？俺インテリじゃん。俺インテリだわ。え、待って待って待って、私はえ、あのパートタイマーで何が違うんだ。え、なんでなんで。あ、本当だ、パートタイマー。え、でもさんはインテリになってる。インテリだ。あ、俺と楓がインテリだ。え、何？俺はパートタイマー。格差が生じてる。パートタイマーだよ。そっか、え、なんだろう、インテリに従ってほしい。やっぱり働き具合かな。そういうことよ、エリートってことよ、我々は。なるほど、なるほど。ちゃんと働いてほしい。ちゃんと働いてほしい。働いてるんだかな。でもパートタイマーってことはさ、俺たちさ、別に責任ねえから帰ろうぜ、もう。帰ろうぜ。結局連帯責任なんよ。ないよ、そのよし、じゃあいろいろ購入したんで、まずはアマゾンを待ってからのスタートですかね。了解です。これでパワーも倒していいですか。なんだ、どうじえ。え、次誰行く。私もニタミユ。オッケー、じゃあ私鍵拾う。じゃあスコップ係。じゃあ何も持たずに。じゃあ、え、なんでスコップは？あ、回収すると思ってんじゃん。あ、いいよ。あの、目の前にいるわ。え？これでビューモニター映すんですよね。うん。あ、え？あ、オッケー、映った。じゃあ先にエントランス行くよ。わかった、目の前いますからね。いるよ。多分。めっちゃいるね。多分あの人、終わった。あ、かしこ待ったな、これ。俺終わったね。いや、多分、あ、多分、あ、よし、大丈夫だ。え、大丈夫そう？わかんない。大丈夫そう？わかんない。やばいよ、やばいよ。やばい気がする。ついちゃった。おぉ。大丈夫そう？どうなった？わかんないけど大丈夫。うん、あと今どうなってんだ。うん、なんか回ってるよ、バケモンが。大丈夫？壊れた。あ、アイテムは？多分落ちてると思う。4つ落ちた。なるほど。回収するかだけど、これはちょっと今はいけんな。なんかね。ちなみにまだ外ですか、3人？うん。うん。あの恐竜にね、人の血が食われた。あ、なるほど。あれね。恐竜いいんだ。いる。しゃがんでゆっくり行けば行けると思う。あの、こっち見えてないと思う。いや、見えてる、ダメだ。やばい、終わった、俺。いや、ほら、見えてない。ただ、うろうろしてるだけだと思う、あれ。俺、しゃがんでたら大丈夫だよ。抜けれた。でしょ？うん。え、アイテム回収した？アイテムはまだ。その、俺の後ろで、なんかやってた。4つ落ちてるから、1人じゃ持ちきれないと思う。ただ、今、怪獣どっか行ったから、行けそうかな。うろうろしてんな。外だったらこっちで見た方が早いか。行くか。行ける。ああ、なるほど、それか。あ、か。か、もうさ。あれ、全部拾ったぞ。ああ、もういい。あれ、ライトだから、後でいいと思う。なくても行ける。でもさ、これ、全部持ってたら、俺、これ、何も回収できねえわ。あ、確かに。何買ったっけ？に怪獣の音する。どこ行った？おー、なんか船の周りうろうろします。船に反応してんのかも。これあれだ。インベントリフルだから。船の近くいますよ。一旦船戻るか。オッケー。先にじゃあちょっと一人で近場行こうかな。ほう。よし。よいしょ。で、何これ？あ、これ置いとくか。うん、レンギョさん持ってて。はい、了解です。これね、これと、また、これなんだ。それレーダータワー。何それ。なんかレーダーを切るらしい。なんか怖いから置いとくわ、これも。うん、でだから俺は鍵とスコップ、鍵スコップ。ちょっと陣の死回収してくるわ。ムキさん終わってからでいいんじゃない。うん、帰り道でそこ、うん、あ、なんか、うん、あの、なんかいっぱい来たりなってるので。え？行ったり来たり？そう。どういうこと？なんかね、道つながるので、そこをちょっと後ろに戻って。こっち？
そう、で、そこまっすぐ行っちゃうと敵とぶつかるので、うん、オッケー、そう、一旦戻ってまった方が安全かも。こっちに戻ればいいね。そうそうそう。カジ君入ってどっち行った？あ、こっちか、うん、ドア開いてるから。あ、そう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 。で、うっす、一旦通路、道なりに行ってみてもらっていいですか？道なり、こっち。あ、待って、なんか黄色いやつあるぞ。黄色いやつはいいやつ。黄色い三角は、あれ黄色い三角ある。いいじゃん。あ、アイテムだね。うん、まあ、一旦そっち、いいか。オッケー、道なり行ってもらって。たどり着けるかな、あれ。あ、ないか。そうだね、別のエリアっぽい。そうですね、あの、C1 の扉があるところだから、一旦戻ってもらって。はいよ。これを、それを左か。あ、逆逆逆逆逆逆、そっち。えで、そこもまっすぐで、そのすぐ、あ、まっすぐまっすぐ、あ、そのそこ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 あ、誰だ誰だ、あ、そう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 、待って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 、え、今、あの、玄関の方向いてる人誰ですか？はい。あ、じゃあ麦さん、そのまま真後ろ見て、真後ろ見て、そう、その通路。オッケー。そうそう、その通路まっすぐ行ってもらって、つむさんもすぐ行って、で、そのすぐすぐの通路を右、うん、で、そこまっすぐ行くと C1 の扉があると思うので。あった。で、そこまっすぐ行くと右手側に扉があると思うんで。ある。そこに三角があります。あ、これだ。うんうんうん。ナイス。ナイス。で、次は一旦戻って、いや、そこまっすぐ行ってみましょう。まっすぐ行ってみましょう。うん、まっすぐ行ってみましょう。あー、なるほど、なるほど、なるほどぞ。ここある。一旦戻りますか。え、戻ってきた。なるほどね。え、行けないのか、あれは。多分ここあれですよね、なんか線路またいであるところだと思うから、一旦戻った方がいいと思う。え、で、そこ左かな。左、うん、左、まっすぐ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 で、そこの突き当たり右、右、逆え逆逆逆逆、待って、あー、なるほど、そっか、右と左を勘違いしてるね、わかんないよね。そこそこまっすぐでいいよ。そうそうそう、当てる、入り口の方ってことね。そうそうそう、で、入り口の方で、そこを今度通路をまっすぐ行ってみましょう。こっち、そう、そっちで、で、道なりまっすぐ、道なりまっすぐ、まだまっすぐ、まだまっすぐ、まだまっすぐ、あ、行き止まりか、行き止まりだね。じゃあ、で、あそこ上の方の階段に三角があるな。左になんか扉があるよ。 あ、扉開けますか。あ、開けれる。お、ナイス。あ、いや、道があるな。三角がないから、あ、なんか戻りましたね、通路つながった。つながった。あ、なるほど。うん、一回玄関に戻って、玄関に戻ってもらって、はい、はい、そこ、まっすぐ行きますか。こっちだね。そう、そっち、こっちか。で、階段の階段通路、そのまま道なり行ってもらって。え、そうそうそう。ん？あれ？ただここは何にもない。行き止まりか？階段降りるわ。降りて、はい、階段降りて、で、うん、こっちかな。うんうんうん。そこ部屋しかないのか。部屋だだね。なんもないっすね、そこ。じゃあ戻りますか。あったあった。ほら、ファイヤー、ファイヤー。あー、なんか。ああ。そこにファイヤーがあった。ファイヤー、あ、ファイヤー育児ってことに、なんか白い線みたいになってる。あ、へぇ。じゃあ一旦も玄関戻ってもらって。玄関、あそこどうやって行くんだ。難しい。敵もいないね。でも立体になってたりする。いや、立体ではなさそう。1階のところで繋がってそうなんだけど、時間どうよ。あ、待ってください。時間、あ、指示です。戻ってきましょう。あー、もう帰ろ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 う。戻りましょう戻りましょう戻りましょう。
やった終わりだ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 近くに会場に行くときに、うん、待ってえ会場って会場が船の中に入ってきたんだけどそんなことある大丈夫え、もう死んだえ、嘘あ、ほら、会場中に入ってるえ帰れんじゃん、じゃあ帰れんじゃんあ、いるわ、いるわこわそんなことあるだからあの人音に敏感だから多分蓮魚さんが歩いたか走ったかで反応したんですよねきっとなるほどね中入るんだどうするどうするギリギリ入れる大きさだったできたら私の死体とライトを回収してほしいけ ど, なるほどまずでもあでもまだシップにいるねあそうあ出てたなあいたいたいた出てたあ、本当だ本当だあれ、チンノスの下どこだお、大丈夫、取ったひょったひょったあ、目の前いるよフラッシュライト落ちてないライト黄色いのが2体いるじゃん、2体いる本当だでも、こいつ、こいつ多分目ないわない、ね、目ないうんよしあ、だから音に敏感なのか多分そういうことよそういうことかあの人が通ったとこに落ちてるんですよね落ちてる落ちてる落ちてるどこどこちょっと待ってこれ行き過ぎ、やや左ズムさんはいその真後ろこの真後ろあこいつ音立てなきゃ何も怖くねえいやこれ右そこいやそうえそうそうんそっち方面そこまっすぐ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 やべやべ10メートルぐらい先ちょっと待ってよ右周回してんなそこそこそこまっすぐまっすぐまっすぐこれかやべそれ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 あ待って行き過ぎ行き過ぎ行き過ぎ左左左全然見えねえあ、なんかあるこれだそれだよしよしいいねナイス大丈夫大丈夫、音立てなければいいからうんいけるいけるいけるミギさんがすぐ音を立てたらミギさんがすぐ扉閉めてくれるから頑張れ頑張れこれ登ったら音出る大丈夫じゃない？大丈夫だと思う。急いで中入れば閉める。はいはいはい。ナイスはいいいナイスナイス。けえ。うわめっちゃ食いっぽい回転じゃん。ガチャガチャよ。本当だ。惨劇よもう。血まみれだわ。こんなことある。地獄絵図じゃんもう。めっちゃ怖かったんだけど。すごい勢いで食いついてきましたからね。ねえ、びっくりしたマジで帰るか、一旦わらたーって言われたわらたあー、怖ー、マジでもうマジで怖い、いいねえあなんか死体が急にわーんってなった死体がプルプルしてるえ怖っこれ、あ、復帰ああ。え、71？ 殺されてるわ。71。なるほどね。まあまあ悪くないんじゃないですか？初日にしちゃ。まあまあまあ。まあまあまあ。え、これあれかな？割合で減るのかな？ああ、なるほど。買い物しといた方がいいってこと？減りましょう。使いましょう。ああ。どっか。うん。ほわ。え、何買う？これ使えない何かでもさ、懐中電灯2人もいるかまあ、別れるならいるけど、でもそんないらんよねいらんよね、3人だもん使いすぎて消えたら必要だから、うん、でもさ、手持ちがさ、減っちゃうんだよね、うん、持って帰れる量がそうなんだよねって考えるとそうだ、ナビがいるしさ、処理まあ、この船に置いとくのが一番丸いかもそうですね、なんかアイテムここに置けるよ、そういえばえここにアイテム置けないあ、そうだね、ここに置くのなるほど愉快よほらほら、置ける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 あ、置けるわほんとだほんとだおあ、そうだ、思い出したお、思い出しうん、いや、なんですかなんだっけトランシーバー持ってる？ああ持ってない。トランシーバーいらなくないでも。うん。もはやね。い
え、いや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 、せっかくだからゲームのアイボイスチャットも試してみたいじゃないですか。あ、そうか。そう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 。まあまあまあ、でも一回は一回。そうね、一回やりますか。じゃあ一回やってみよう。一回やってみるのもいいんじゃない。そうね。でもさ、ゲーム内ボイスチャットだったら、あ、トランシーバーがいるのか。そう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 。あった、あった方が便利。だってさ、ここと連絡取れなかったら意味ないもん。そうなんだよね。そうそうそう。あ、そうか、こことの連絡はいるね。そうそうそう。だから、トランシーバーを買って、うん、じゃあ、ディスコードはミュートにする感じで。ゲーム内ボイチャに変えまーす。はーい。あ、聞こえる？あ、聞こえる聞こえる。あ、聞こえるわ。え、聞こえるね。オッケー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 。あ、ジノシは？はい、います。お、いろいろおろ。うん。おろろろろ。おろろ。おろろ。リサはまだディスコの方があれだね。はい、切りました。いや、怖え。よし。本番よ、こっからが。これちゃんと離れると声も離れるからね。あー。あ、遠くなってた。本当にはぐれちゃいけない。はぐれちゃいけない。はぐれちゃいけない。歩くときしゃがみましょう。歩くときしゃがもう。そうね。もう無理よ。よ普通にあの歩いていけない。足音怖い。自分の足音も。そうじゃん。でもさ、別にさ、幽霊な幽霊とかないじゃん。そう、幽霊とかじゃない。そうですよね。化け物なんだよ、いいの。いや、でも怪獣だからなんかかっこいいじゃん。いや、でも命の危機がある怪獣なんだよな。死にたくはない。あれよ、目ないからあいつ。音立てなきゃザコ。あ、まあ確かに確かに。あの怪獣じゃなくて。あ、あれじゃない怪獣。他にもね、いますけど。あれじゃない怪獣。だけじゃない定時みたいに言わんといて。鍵じゃあ私持ちまーす。鍵持った。一応アマゾン呼んだから、お、まあ何かしらアイテムあると思うんで、持っていかなくてもいいから、あの、何？回収だけ。トランシーバーだけ回収すればいいですよね。なんで消す？なんで消す？誰消した人？え、なんか百物語とかする？え、しないわ。なんでこの状況で？早くつけて、早くつけて、早くつけて、よし。あ、なんかさ、でもトランシーバーってこっちと向こう両方いるんだよね。うん、そう。あ、そっか、二ついるか。そう、二ついる。一個しか買ってない、もしかして。一個しか買ってないわ。ディスコーつきまーす。待て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 。え、だって無理よ。大丈夫大丈夫、もう一個買った、もう一個買った。本当に、今届くのはず。まあ、ちょっと翌日、翌日とかじゃない？もう即日配達だから。もうすごいね。まず来るかどうか見ましょうや。はい、ね。まず来ようか。あ、どうした？あそこだよ。こっちだよ、こっち。ここ。え、正面じゃないの？ここ。ズムズムさん離れすぎ。ズムさん、ズズズズムさん離れすぎてもう声が聞こえないわ。ズムさんどこ行った？どこ行った？ズムさん、ズムさんそこじゃないよ。あれ、ここじゃないの？ズムさんどこ？ズムさん違うとこで待ってる。トランシーバーか。なるほどね。みんな、なんだよそっちか。一旦トランシーバー持って帰るわ。うん、トランシーバー誰か持って、私帰れると思って。俺もトランシーバー持った、こう持って帰れんとこ行くか。オッケーオッケー、あ、私いるからそこ置いてくれていいですよ。あ、あー、オッケー、あ、船の中置くわ。了解。オーバー、オーバー。まだ何も何も起きてないけど。まだ何もだ。ちょっと待ってよ。はいはいはい。 ライトって誰か持ってたんですよね。そういえば俺持ってる。じゃあ一旦ライトを閉まっておきますね。え、あ、なるほどね。これってさ、うん、このなんかこれ何、スタングレネード。ああ、持った方がいい。敵がスタンする、消耗品あってもなくてもどっちでも。私1個持ってる。あ、じゃあ1個置いとこう。これトランシーバー持った。私もトランシーバー持ったけど、これトランシーバーどうやって使うの？わかんない。ちょっと俺遠く行くね。オッケー。あ、全然聞こえないわ。全然聞こえないね。ズムさん、ズムさん、
ダメだわ。聞こえないね。プッシュトーク的な感じかな。あの電源入れないといけないっぽい。ズムさん。あ、なるほど。ズムさん、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 あのね、あの電源入れないといけない。電源どれ？電源9。いや、なんか距離感が生々しいな。そうだね、めっちゃ怖いマジで。こういうこと？そう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 。離れるよ。お、いいよ。ズムさん、聞こえる？え？聞こえてる？こちら、土砂ズム、どうぞ。こちら、ジーノ、どうぞ。おお、聞こえる。おお、聞こえる、聞こえる、聞こえる。オーケー、じゃあこれでいきましょう。え、急に聞こえなくなったけど。え、みんなどうなってんの？あ、そうか。いや、いいのか。え、ちょっと待って、違う違う。一回離れて。なんか喋りますか？どうぞ。今何も、あ、間違えた、ボタンだ。何も喋っておりませんでございます、どうぞ。エコーはかかってないと思うんですけど、どうぞ。ああ、入りましたね、入りましたね。どうですか、どうぞ。めっちゃ暗いです、どうぞ。入ってすぐ右にアイテム落ちてます、どうぞ。どうなってんの、どうなってんの、どうなってんの。だ、あ、なんかいますか、どうぞ。アイテムを持っていったエネミーがいますね、どうぞ。もうないです、どうぞ。これ一人寂しいな。一人寂しいな。大丈夫、何喋ってんだろう。エネミーが入って左の部屋に待機しているっぽいですね、どうぞ。了解、どうぞ。行き止まりです、どうぞ。エントランス入って正面進みましょう、どうぞ。OK。広い？これは楽しいぞ。え、行き止まりか？あ、いける。あ、でも行き止まりっぽいな。行き止まりです、どうぞ。残された道はただ一つということになります、どうぞ。ごめん、あの聞こえない、どうぞ。あれさ、さっき敵がいたところに行くしかないでございます。どうぞ。行ってんね。ラングレネードがあるから、なんとかなるかな。今、周囲には敵は見えません。ただ、真下で動いてますね。あー、訂正します、下じゃなくて上かもしれません、どうぞ。困ってる困ってる。ああ、スタングレネードと、シャベルの使用を推奨いたします。ちょっと待って、スタングレネードで耳いかれて何も聞こえないでございます。何やってんの。ちょっとすぐもうスタングレネード使ったらそのままシャベルで倒してほしいでございますよ、どうぞ。いけんのかな。ちょっと待ってて、何、あ、逃げてる逃げてる。いた、戻ろう、どうぞ。
了解です。もうめちゃくちゃよ。いやめちゃくちゃですどうぞ。充電しといたわ。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。ああ。めっちゃ面白くないこれ。これさ、あのさ、おえ？多分ね、陣の氏の声俺にしか聞こえてなくて。あ、そうなん。うん、あそう。で、陣の氏の声が届いた時に誰かが喋ってると何も聞こえないんで。なるほど。これは難しいな。いやーこれはマジでボリューム調整とか多分うん、ライト持ってる人がトランシーバーの方がいいんじゃないですか。あー確かにもう一人がそういう武士持ってってした方がいいかも。いやダメだよ、だって両手使えそしたら両手使えないよ。あそうか、でもライト持ってる人は両手使う必要ないから。まあ確かにね。うん、基本的にだって2つ持ちながら。ああ陣の氏遅かった、一瞬遅かった。衝撃的な顔見た。ひどし締めたのに締めたのに。一旦出番あげますよ、一旦出番あげますよ。大丈夫ですか、どうぞ。どうぞじゃないわ、こっちは死んでない。もう応答できないですよ、こっち死んでないよ。なるほどね。あそうそ寂しいな今回ずっと一人じゃん。なにこれ、あえなんか終わったの終わったのこれ。あ帰ってきた帰ってきた。あやば。帰ってきましたけど、どういうこと。すごいの見た。最終日だわ。違うよ、なんか足音するなと思って、で扉閉めに来たのよ。そしたら食われたわ。ちょっと今の瞬間は楓あの俺アングルとかで見てほしい。そんなに、いやでもすごかったよ。いやいやすごかった。でもね、でも前回の運魚さんも負けず劣らずすごかったですからね。この奥まで来ましたから。あいつが。確かに。まあ、確かに。マジで。でも断末魔すらやなかったからさ。そうね。もう一瞬で絶命よ。スンって首持ってかれてたから。さあラスト最終日ちょっと行かないとな、時間がないな。ああ確かに。ステッ使い終わったサングレネードも使えるんですか？ユーズグレネードって書いてるんですけど。使い終わった。何回も使えるんですじゃあ。じゃあ充電すればいいんじゃん。電気製できるのかな。いや、できんそう。あ、これないわ、無理だわ。そうなん。じゃあこれ使い終わったらあれなのかな、売れんのかな。でも金額書いてないんだよね。あ、じゃあもうただのゴミ。ゴミ、ゴミ、そうなん。ちょっと投げてみゴミゴミだわ。ゴミか。紛らわしいな。どうする次。どうする？俺もうトランシーバー嫌なんだけど。じゃあ俺やるよ。お、いいですね。どうやったらあれなんか。じゃあその繋がる。今ついてる。もうターミナルどうする？ターミナル誰やる？ターミナルじゃあ私やる。やる？はい。やる。ちょっと待ってくださいね。落とすから。うん、ターミナル、誰もトランシーバーからしか声しないからすごい寂しいですよ。大丈夫です。あ、これもう使えるんですよね。光がついてるね。うん。で、マウス左クリックをしながら喋る。左クリック。回します。聞こえます、どうぞ。おー、聞こえる。すげえ。これずっと繋げっぱでもいいのか、じゃあ。電気食うよ。あ、そうか、そうですね。あ、電気使うのか。ここだったら、まあ、充電すぐできるけど。そうですね。確かに。ああ。
よし、行くか。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 私が出ない。よし。今のところ、今のところ。だったの。え、なんて、なんて。なんて。え、まだ60円しか稼げてない。確かに。あ、あれ。ああ、なるほどね。オッケー。また、行くか。よし。今、ダイと思ってるのがズムさんでしたっけ。オッケー、俺でも。オッケー。私は鍵係。オッケー。鍵係了解。あ、ちょっとみんな待って、みんな待って。ああ、離れすぎどうぞ。オッケー、オッケー。来た来た。スコップ渡すか誰か。ね、ああ、じゃあ私もっと持ちましょうか。おい。え？え？え？何？え？ごめん、ごめん、ごめん。スターグレネード何も入ったことで金銭開けるやつがあった。ちょっと間違えた。あえで間違えた。勉強されるひどいよ。完全に耳いったわ。面白すぎる。あ、線開けちゃったじゃないんだよ。なんかもうスタングレネードのせいか体力ゲージもないわ。やべえ。ああ。はいよ。今入りました、どうぞ。どっち行ったらいいですか、どうぞ。入ってすぐ右手側に。あ、右手側に何がいてて。入ってすぐ右手側に佐竹がいます。佐竹、え、佐竹誰。佐竹、あ、あるあるある。あー、オッケー、1個手に入れた。え、それ佐竹。佐竹、佐竹、名前書いてんの。今ゲットしましたけど、このまま進めばいいですか、どうぞ。了解。いや、了解じゃなくて俺に教えて。あ、そのまま進んでって。オッケー。ああ、なんか怖い。聞こえないな、これ。やっぱりこっちにはですね、話してるのはわかるけど。うん、そのまま道なりまっすぐどうぞ。オッケー、了解。こえ、こえ、合ってますか、どうぞ。あ、ロック、任せて。よく聞こえないけど了解、どうぞ。そのまま戻る。オッケー、その部屋何にもないです。よかった、そんな気がした。あぶねー。引き画面を行きます。え、 OK、 じゃあ進むよ。ま、は、はーい、まっすぐどうぞ。面白すぎる。まっすぐどうぞ。まっすぐどうぞ。はい。え、戻ってるだけだよ。ま、戻っていい、戻っていい。道のりに戻ってけばいい。横に扉ありますか。ないないよ。ないないです。すごいピ。え、あー、オッケーオッケー、了解。今ロシアイズムの後ろにね、多分いるから、俺の方に来た方がいい。了解。どうする。じゃあこのまま進めそう。了解、進めそう、行きましょう。お、もう怖い、もう怖いが。そのまままっすぐ下に行くと敵と勝ち合う。了解。わあ、電池の減り結構早いな、トランシーバー。もうない。いや、いい、これで 50% ぐらい。はい、上行けるよ。敵が迫ってくる。うっ。楓が終わった。遅いね、遅いねって。あー、なるほどな、なるほどな。
何の活躍もできませんでした。楓を回収したけど。あ、いや、ちょっと、あの、これ、これ、鍵のやつ回収して、タル君。もう俺持てない。OK。あ、これ、難しいな、これ。了解。え、何？わかんねえ。何？何？どうすんの？どうすんの？大丈夫。時間を確認してきますって。OK。いや、あの敵、結構困るな。一旦戻る。一旦戻ります、了解。なんか出てくる敵も。戻ろう。もうでも、時間がないってこと？そういうこと。ただ、何にも手に入れてないよ。死んだだけ。敵。いるわ。いんの？オッケー。大丈夫じゃない、大丈夫。やばい。どっちよ、どっちよ、大丈夫なの？オッケー、オッケー。ああ。終わったね。終わったね。ズムさんが終わりました、どうぞ。ズムさん生きてますか、どうぞ。俺死んでますよ、どうぞ。拾えるもん拾って。死んだ人間同士は話せるんですね、じゃあ。そうみたいだね。どこまで？だからめっちゃ連れて行かれてるんだけど。めっちゃ連れてかれてんだ。めっちゃ連れて行かれてる。うん、なんか敵の何巣みたいなものがあるみたいで。ああ、なるほどね。うん、そこに集める習性があるんですって。そうでやばかったら教えてください、どうぞ。わかりました、どうぞ。二人っきりが寂しいな。いや、ちょっとおもろいね、これでも。いや、そうでなくても難易度高いなと思ってたんですけど、格段に上がりましたね。格段だね、これは。でもこのなんかもどかしさがちょっと楽しい。なんもないか。わかる。むずいな、これ。そうね、むずいね。ああ、伝ってくる音少ないから、そうなのよ。しかもさ、なんかテレレンって、オペレーター役はね、寂しいよね。わかりなさい。あ、よいしょ。わかりなさいです。帰ってきました、どうぞ。いや、もう帰ってくるだけで一仕事よ。ねえ。二人死にました、どうぞ。もうどうぞ、必要ないだろう。了解しました、どうぞ。うわー、これ、これ。これ全員で行った方がいいのかな。いや、むずいわ。これ、ね、そっか、で、一旦レバーを。違う、一旦レバー。あ、違う、これ、悲しいわ。あ、あったあった。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、そうか、フラスコね。そうだ。いや、でも、あの敵、すっげえうろうろしてた。めちゃうろついてて、なんか、うん。試合でもすぐ近くにいると思ったら、なんかちょっと遠めの声で、うわーっていう弾幕が聞こえてた。そうそう、終わった。ほんと、この声の距離感がとってもいい。あ、生き返った、どうぞ。お疲れ様です。帰ってきたわ。ああ、なんかね、死んだ人同士はしゃべるの。そう。なるほどね。いやー、めっちゃ難しくない。そうそう、もうあの全員で行った方がいいのかなっていう気もしてきた。あ、確かにそれはそうかも。でも見て、0日なの。最終日か。50円だよ。最終日か。フラスコ、この使い終わった。スタングレネード使えるかな。いや、一応出してみましょう。どうしよっか。うんうんうん。手持ち三つ。はい。懐中電灯はいる？いるでしょう。え？オッケー。トランシーバーは？いや、もうだって納品しに行く。売りに行くだけだよ。あ、そっか。そう。もう売りに行くだけだから。一旦もうここの中入れ。入れましょう。あ、じゃあ、あの敵強いな。本社に着陸。はーい。あー、パパパパパ。えい。いやー、大変だったな、今日の仕事は。本当に大変だった。何人死んだ？生き残ったの？生き残ったの俺たちだけよ。残ってることになるのかしら、これは。ちょっと待て、奥まで。誰だ、誰が持ってかれたの？ヒゲさんが。何やってんだか、もう。